今回訪問したラオス、そして、カンボジアはともに内戦の苦難を乗り越え、近年目覚ましい発展を遂げています。カンボジアの平和のために命を捧げた2人の日本人を、私は心から誇りに思います。お二人の意志を引き継ぎ、日本はこれからもこの地域のみならず世界の平和と安定に貢献する国であらねばならないと思います。母子保健センターはたくさんのお母さんと子どもの命を救ってきました。江上百合子さんをはじめ、日本人女性がこうした協力をリードしてきました。本日、日本が強みとする救急救命病院をここプノンペンで海外で初めて設立することにしました。日本の高度な医療をカンボジアの国内で実現することで、カンボジア医療を発展させ、人材の育成も行います。首脳会談では2007年に私がフン・セン首相と確立をいたしました新たなパートナーシップ発展に向け幅広く議論、その成果を共同声明として取りまとめました。ナンバーチューンチューブナブナーとかコーサンピチャーナンピカコーサンナンバーチューンチューブナブナーとロックヒップチェンダイクユータサークルチューブチュラオスの経済社会発展に向けた取り組みを引き続き支援をしていきます。ASEAN 歴訪の締めくくりとしてラオスを訪問できたことが大変嬉しく思います。来月には東京で特別首脳会議を開催いたしますが、これから1ヶ月、私がこれまで10カ国で受けた歓待に応えられるよう、日本のおもてなしの精神で準備をしてまいります。